しか変わらない。もうめっちゃ近づけてちょっと変わるくらいだ。あら、普通のズー様も美しい。ありがとう。ありがとう。なんかロングがめちゃめちゃ評判良すぎて、ロングに戻そうかなとか思ってた。モデルだったの初めて知った。そう、モデルだったよ。これの前は。グループ、コインロッカーズの前はモデルしてたから。久々のコーラが美味しい。昨日は神回だったね。ね。昨日は神回だった。昨日ハードル上げすぎて今日何しようってなった。今日何話そうと思って、まあ髪変わってるからそれはそれでいっかみたいな。昨日神回すぎた。自分でも楽しかった昨日めっちゃ。帰ったわよ、ワイさん。おかえり、ありがとう。なんかアバター変わってるね。みんなアバター変わってるね。どうしたの？オスカー？違う。多分ね、想像もつかないよ。てか、そんなの言ったら前の芸名バレちゃうじゃん。言わない言わない。知ってる人は知ってるかもしれないけど。晩ご飯食べそびれたの。さっき美容院から戻ってきて、今日何も食べてない。チョコレートしか食べてない今日。ハードル上がったよね本当に。昨日のでハードル上がって、閲覧もなんかすごいいつもより多かったから、どうしよっかなと思って。このアバターに見覚えはない？スーっぽいよね、なんか。アバターをどうやったら見れるんだろう。スーだね。火曜推しなのになんでスーのアバターをつけてんの？ なんか素朴な疑問。だるま、ありがとう。どすこい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 。前の芸名知りたいけど我慢する、我慢して。知ったって。特に何もないから、昔の写真が出てくるだけ。モデルやってた頃の写真が出てくるけど、それももうなんかね、特に大した写真もないし。なんか足怪我しちゃったの今日。靴ずれずっとかばいながら歩いてたら、なんか階段で靴が脱げて、すごい大変なことになった。絆創膏は見当たらない、全然。絆創膏を探そう。絆創膏どこじゃ。見つけた。スーだわ。やっぱそうだよね。りょうさん、こんばんは。こんばんは。何何？オーロラ？オーロラって書いた？これ、グレージュ？そう、グレージュ。グレージュってどういう色なのかわかんないけど、シルバーにしようとしたら、なんか、ちょっとね、入りすぎちゃって、青っぽくなったけど、ミュージックデーまでには多分シルバーになる。よいしょ。ミュージックデーまでに治る？靴ずれ？怪我かな？治ると思う、全然。昨日の、
ズラちゃんはどこ？ここです。あ、こんばんは。ここです。ここです。ここ。某番組の某芸人さんのモノマネ。安室さんって書いてあった。何これ、当て文字？バカモン、俺がカヨンのところになったのは貴様が配信しなくなったからじゃん。今毎日配信してるじゃん。戻ってきて。じゃあ練習で大変だったんだ、あの時は。だからでもちょっと余裕が出てきたから。あ、なくした。松エク一本見いっけ。朝起きたら松エクがさ、めちゃくちゃ取れてて、めっちゃ薄くなってて、で、なんか顔、目の下に傷もあったから、多分寝てる時にね、引っかいちゃったんだよね。こう、目こすってたんだと思う。そしたら松エクがめっちゃポロポロ落ちて、取れてきた。YC はズラの名前つけとったんやで。らしいね。山田ってつけてたらしいよね。全然私知らなかった。その時配信してなかったから。なんかしゃまるついくみっけ。シュールでしょ。なくして松江組いっけ。 ね、いろいろ私の部屋いろいろ見つかるから、たまに。整理整頓されすぎて逆になんか何、どこに何があるのかわからなくなるから、たまに、あ、こんなもの探してたの見っけたとか、こんなのあったっけみたいなのがよくある。そうね、なんかさ、昨日ハードル上げすぎちゃったから、なんかしたいよね。なんかネタ切れだよ。ブラックホールあるの？ブラックホールかな。ブラックホールはもう一生見つからないから。見つかっちゃった。そう、見つかっちゃった。でもね、見つけたところでね、ゴミ箱に捨てるしかないんだけどね。まつげごと取れなくてよかった。今見たらまつげはちゃんと残ってたから。これさ、下手するとね、まつエク取れちゃうの。まつエクと一緒に、まつげも取れちゃうの。ズラ様まつエクどこ行った？ズラ様のまつエクね、ほとんどまだ残ってる。でもね、気をつけないと取れちゃう、すぐ。すみれさん毎朝配信してて面白いから。ね、スーちゃん面白いよね。ツイートしたけど拡散せんかったわ。ありがとう、ツイート。捨てるとしても見つかると嬉しいよね。 いや、なんか嬉しくない。なんかね、取れてないって期待したの、したかったの。こうパッて朝見て、あれ？松江薄いなと思って。でももともとなんか一箇所ここ松江てか、なんかスカッてしてる部分があるなと思って、で、なんかつけてまだ2日しか経ってないのに取れたって考えたら悲しくなってきたから、なんか取れてない、もともとついてなかったんだって期待してたけど、今見っけて、あ、絶対取れたやんって思ったの。だから悲しかった、すごい。ね、なんかしたい。なんかしたいとか言って、なんか何も。昨日ハードル上げすぎちゃったから、なんか自分でもつまんない。今何しよう。何しよっか。みんな何してほしい？ あと45分あるけど何してほしい？なんかね、ファンの方にもらった。超気持ちいい、これ。肩こりすごいから。ね、なんかしてほしいことある？演奏はできないよ、寮にいるから、夜は。演奏、草。気持ちいい、めっちゃこれ。朝起きて松エク取れとるやないかーい。そう、松エク取れとるやないかーいってなってショックだった。めっちゃ今朝テンション低かった。うわ、取れてる、最悪って思った。ね、なんかしたい。何しよう。ね、辛い
辛いラーメンは辛ラーメンないからな。激辛ラーメン早食いもできないし。お疲れんぼー、お疲れんぼー。末広さん、お疲れんぼー。いや、昨日すごかったからね。昨日すごかったからね。実はこんなつまんない人間です。昨日たまたまテンションが高かっただけであって、別にそんな普段あんな感じの人間ではないです。言えてね。でも CD 今日も販売目標3枚だからなんかしないとね。買いたいって思ってもらえるようになんかしないといけないから、何しよう。何をしたらみんな、あ、この子の CD 買いたいって思う？じゃちゃんこんばんは。埼玉のボインキラーさんやっほー。今気づいたけど、埼玉のボインキラーさん名前下ネタ入ってるね。ドストレートっていう。メイクバッチリだね。そう、今日はメイクバッチリ。美容室行ってきたから。でもいつも美容室行くとき、メイクしないで行くの。もうなんか、いつも会う人に会うときって割とメイクしないで行っちゃうことあるんだけど、で、美容室って言ってもなんか美容室行くだけで、特になんかするわけじゃないからさ、行って帰るだけだから、メイクするのめんどくさいな、無駄にお肌も荒れるしと思って、だからいつもしないんだけど、久々にね、多分ね、2年ぶりにメイクしてその美容院に行ったから、ズラちゃんどうしたのって言われちゃった。つるちゃん、彼氏でもできた、これからデートって言われて、あ、今日たまたまっす、みたいな。ブンブン、ハロー、ズラちゃん、ハロー、バブルさん、ズラ様、カルトクイズでもやる？カルトクイズの説明をまずお願いします。カルトクイズって何？飛行機が北極の上飛んだんだけど、オーロラ見えて、うわ、いいな、オーロラ見たい。オーロラめちゃくちゃ見たい。別に胸の大きな女性が好きなわけ、好きなわけじゃないよ。本当に？本当か？問題。本名公開前のズラ様のニックネームは何？あ、皆さん答えてください。問題。本名公開前のズラ様のニックネームは？カチャ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 。大きくても小さくても好きです。うん、おっぱいは正義。みんな好き。私も大きいのはおっぱい好きだから。 何の発言やねんってね。髪暗くしたの、そう、シルバーにした。色入りすぎてちょっとあれだけど。ボインは父ちゃんのもの、いや、ボインは父ちゃんのものやないやで。何言ってるか分かんない。オーロラはロシア出身の力士、ドスコイドスコイ。あ、そうなの？山田。今夜が山田。めっちゃ好きなんだよな、あれ。今夜が山田。今夜が山田。今夜が山田。ああ、見たい。ガキつかみたい。めちゃくちゃガキつかみたい。大喜利にしよう、大喜利。なんか正しい答えの人も評価するし、一番面白い答えの人も評価する。山田。私の前の名前は何話しとんねん。そう、もう素だから素でいこう。ミュージックデイ楽しみすぎるね。私も楽しみ、めっちゃ楽しみ。ドキドキしてね、毎晩眠れない。は、はじめまして、ケツアゴさん、はじめまして。あ、ケツマタだ。 ケツアゴさんって呼びますね。うんちさんだ、うんちさん。12日連続配信、イエーイ。12日連続だよ。一番長いね。大喜利になった。勝手に大喜利にした。そう、ズラ様ね、つまんない、この質問つまんない。なんかやろう。いや、大晦日のガキ使う、削除できない。嘘。毎年、それはいい意味で面白くて、
めちゃくちゃデータ食うけど面白いから削除できないの方、それともなんかシステム的に削除できないの方。私ね、毎年のやつ貯めてたらデータが溜まりすぎて大変なことになってた。実家紅白もまだ残ってる。紅白もね、紅白1回しか見たことない。水曜日のズラウンタウンやってると聞いて 水曜日のズラウンタウン そんな面白い配信かこれ なんかもったいような気がして。わかる、わかるよ。面白いから本当にね、あれ何回見直しても面白いからね。ちょっと待って、面白いね。待って、水曜日のズラウンタウン超面白い。オッケー。今日何曜日？今日水曜日じゃない？もしかして。今日水曜日じゃん、ちょうど。水曜日のズラウンタウン、いいね。お気に入り。タイキックとか消せない。私、タイキックなんかね、そろそろ飽きてきた。タイキックとビンタのうちは、もういいって感じ。私一番好きなのでもやっぱ引き出しネタかな。水曜日、そうやんな。今やってるよ。嘘。この時間なの、あれって。面白いよね、あの番組。なんかね、私何回かね、応募したことあるの。ツイッターでさ、水曜日のダウンタウンへの応募あるじゃん。企画を応募みたいな。でもジミーちゃんも外せないな。ジミーちゃんもなんだかんだ面白い。キャラがすごいもんな。でも、なんだっけ、あの人。長尾じゃなくて、なんだっけ。なんとかをみたいなさんの出てくるシーン超好きかも。あと、ローラが出るのを毎年毎年楽しみにしてる。板尾さん超好きで、なんかあの雰囲気が超好き。あとは、なんだろう、あとは、なんだっけ、板尾さん、そう、板尾さんめっちゃ好き。あとは、なんだっけ、たたりじゃーって言ってる人。あの人も超好き。あれはどっちかっていうと、なんかのちっちゃい企画の方にいつもいるじゃん。たたりじゃーって言ってる人。あの人めっちゃ好き。なんだっけ、名前が出てこない。たたりじゃーの人。笑ってはいけない、見てない、嘘を見るべき。企画応募したんか。そう、応募した。こんばんは、北さん、こんばんは。たたりじゃー、そうそう、なんだっけ、あの人。なんかさ、横文字の名前。ホリケンじゃ、ホリ、あ、違う、なんだっけな、たたりじゃ。瞳が綺麗です。ありがとうございます。Thank you。ニージーアラン・イワさん。アランさんは海外の方なのかな？めちゃくちゃ気になる。白浜アラン。そっちかー。プロフィール今読んでみたら白浜アランの方か。エグザイル。ってことかな。LDH。アラン・ウォーカー。あ、なんかわかんない。ただ、アランっていう名前の
好きなアーティストがいっぱいいるんだろうなってのは分かった。年末紅白を見て、ライジンを録画。ライジンって何？紅白見ないな、一回しか見たことない。そん時誰だっけな、サザンオールスターズがどうしても見たくて、紅白をね、録画じゃないリアルタイムで見ようとしたんだけど、全部は見なかった。結局総合格闘技マジか。総合格闘技はお父さんが見てるな。ね、紅白、そう、サザンオールスターズさんの曲をどうしても聴きたくて、そのために家族と戦って、ゲットした。紅白券を。でもすぐ切り替えられてブチギレてた。中学3年生の冬。そう。でもやっぱガキ使は最強だな。なんであんなにもネタが尽きないなんて、もうダウンタウンさん本当にすごい。めちゃくちゃ尊敬よ。もうなんかダウンタウンさんの面白い言葉があったらしつこいくらいにめちゃくちゃ使うもんね。めっちゃ今さ、むくみ取ってる。足疲れちゃったから。那須川天心って選手が大好きなんだ。聞いたことある、めっちゃ。めっちゃ、わかる。最近ね、誰かがツイッターでずっとリツイートしてるのを見る。私なんかその天心さんって聞くと、違う人を思い出すんだよね。ボクシングの、名前忘れた。まあいいや。俺、前キラービー、何それ？何それ？てか、そろそろなんか考えなきゃ。今日やる企画。CD3 枚売る企画のために、何か企画をやりたいと思います。ね、考えてくるべきだよね。考えてこいよってね。いや、でも一日中考えてたの。昨日自分のハードル上げすぎたなと思って、めっちゃ考えて、美容院のいつも髪の毛カラーしてくれる人に聞いたの。何だっけ？何やればいいと思う？なんか思いつかないんだよね。昨日ハードル上げすぎたって言ったら、俺昨日見てたよって言われて、うお、最悪や、みたいな。見られてた。ってなった。そう、めちゃくちゃ何やろうかなーってずっと言ってたの。今日一日中言ってて、で髪染め終わって帰る時に「決まったの？」って言われて、「あ、決まってないっす」みたいな。そう、だから皆さん何かやってほしいことある？髪色変えたの？変えたよ。金髪からね、ちょっと今ブルーシルバーっぽい。待って、こっちシルバーなのに、こっちブルーなんだけど、光の当て加減の問題かな。そう、ミュージックデーにはすっごいかっこいい髪型になるよ。色落ちしてもっとシルバーになるから、白っぽくなるから綺麗になる。俺ビーガンになったのは山本キッドさんに命令されたから。誰？山本キッドさんって誰かわからない。ゴリアの番見てた。で、私、なんか変な名前多くない？昨日はさ、ゴリアの番ロリータになったし、ゴリアの番見てた。そしたら外国人の人が、ゴリアの番見てたよって言ってるようなもんじゃん。おうね、これ本当に気持ちいい。これプレゼントしてくれた人見てるかわからないけど、ありがとう。本当にね、足パンパンなの。マジで。はじめまして、もしかして残さず食べましょうの人ですか？そうです。私が残さず食べましょうの人ですって。本当に。こんばんは、メグさん、こんばんは。
はじめまして、ゴリアノバズラータです。よろしくお願いします。ズラちゃんかズラ様とお呼びください。そうです。これ残さず食べましょうの人。去年お亡くなりになってたわ。へえ、何してる人なの？その人、その方は。ねえ、ウケる。残さず食べましょうの人って。あ、違う。あのね、やめらんねえの人。やめらんねえ。足のむくみ取れた。すぐにさ、ね、私の名前ってさ、それっぽく語呂合わせすれば何でもいける気がするんだけど、それ見てたら。足のむくみ取れた。ひどくない？残さずに食べえたとかもいけるじゃん。ひどいひどい。もう雑よ、初見さん。あなた名前雑な男さんだよ。なんでズラ様って呼ばせてんの？なんとなく。なんだっけな。呼ばせてるって言い方ひどいな。強制はしてない。ズラちゃんは、ズラちゃんか、ズラ様って呼んでもいいんだよ、みたいな。呼んでもいいけどどうするくらいの感じ。あ、残さず食べましょうで、小籔さんにめちゃめちゃ褒められた人ですね。了解です。そうです。そうです、そうです。めちゃくちゃなんかびっくりするくらい褒められてから、なんていうの、残して食べることに罪悪感を感じ始めて、ご飯を残せなくなった人です。いただきます、上手にできた。違う、ゆうじさん、それは違う。最後は4文字じゃなきゃいけないの。トレータは強打者っぽいね。ズレータじゃない？それ。もしかして。申し訳ない。カーター？俺雑な男。なんかさ、あれみたいじゃない？ハライチさんの何々のやーつみたいな。ダフンダ！ダフンダ！ズラって S なの？そんなことないよ。別にどっちでもない、私は。S にもなれるし、M にもなれる。あなたのお好みに合わせますよ。ズレータ知ってるの面白い。いや、なんか、知らない。よくわかんないんだけど、野球選手ってことだけは知ってる。なんか、小学校の時にいじめられてたんだけど、まあ、いじめが特殊で、ズレータ、ズレータって言われてて、私はズレータって、カツラがズレって言われてんのかと思ったら、野球選手の名前でずっと呼ばれてたらしくて、それを高校入るまでずっとわからなかったっていう。そう、ズレータってよく言われてた。てか、なんかひどいよね、みんな。ピザーラ、ズレータ、スジャータ、なんかすごいよ、いろいろ。なんかね、それっぽければいい感が半端なくて、スジャータはわかるよ、ズレータわかるよ、ピザーラはもはやさ、もはや4文字しか合ってないみたいな。それっぽくもなくないみたいな。そう、ひどくない？バナマウンガマクハリファイヤー、ちょっと何言ってるかわかんない。じゃあ M で。今日は違う、 M の気分じゃない。田舎によって S、 相手によって S にでもね、もうナレーターね、夜の親密な時に便利なタイプよ。実際慣れてんのかよくわかんないけどね。相手によって S にでも M に、あ、呼んだ。ズラって言うとなんか田舎の方言みたい。ドカベンの、読めない。読めない、その感じ。でもさ、何々ズラって言うじゃん。あの何々ズラって、ほら、あれの時にあのアニメあったじゃん、なんだっけ、忘れた。夜の親密な時、そう、夜のし合わせるって言ったのに、今はそんな気分じゃないの。生々しいな、黙れピー。いや、ちょっと何を想像してんの。勝手に想像しただけでしょ。私は夜の親密な時であって、
それ以上のことは言ってないし、それはもうどこまで親密になるのかはもうそっちにお任せって感じじゃん。どこまで親密かはもう勝手に想像に。そうずらね、ずらっていうずら。そうずらねー。うちのファンは変態が多いずら。みんな変なことすぐ想像ずらよねー。ズラは静岡方面な。あ、そうなんだ。あれ、ほら、なんだっけ、ストップウォッチみたいな名前のアニメあったじゃん。気分屋かよ。そう、気分屋、基本的に自由人だから。あと30分を切ったのに、CD を売るための本日の作戦が決まらぬ。っていうね、こう生々しい話をしちゃうんだけどね。そう。どうしよっか、今日の CD を買ってください作戦。そう、1日3枚を目標にしてるの、買ってもらうので。それを昨日からスタートしたんだけど、昨日は達成できたんです。1日3枚。待てよ、明日買おうって言ってた人がいたぞ。そして今日も来てるよな、多分。あら、じゃあお任せで お任せします。想像してください。妖怪ウォッチのコマさんがずらっと言う。そう、妖怪ウォッチ、ストップウォッチって言っちゃったよ。ストップウォッチってなんやねんってね。あ、なんかずれた。ずれただけに。いや。もうキャラがおかしくない？今日。髪の毛ブリーチした時に脳みそまでブリーチされたんかな。ゴリカはたまにずらずらって言ってんぞ。嘘。私のこと好きなのね、ゴリカは。なわけないか。さてさて、どうしようかね。まだ決まんないよ。もうなんか、もはや決める気もないっていう。お前、ズラータやん。何って言っちゃった。ごめん、頭が回らなかった。理解力の問題が出てきてしまった。何やろうかね。外来語横文字禁止ゲームでもやる？横文字禁止お遊戯会でやったら、じゃあ次、久々に 水曜日のズラウンタウンなのにいい説が出ない説。浜田さん風に言ってみた。浜田さん風に言ってみた。水曜日のズラウンタウンなのにいい説が出ない説。ピコピコピコ。それよ、いい説が出ない説ですよ。ずれただけに、あ、そう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 。ずれただけに。もうね、もうどっちでもよくなってきちゃう。ずらーたでもずれーたでもって感じ。英語禁止癖弱いくせに。そうなんだよ。私、英語禁止癖弱いんだよ。初見さんいたっけ、あの頃。また歌いそうになった。それ言ったらあなたの名前呼べないずら。そうずらね。大変ずらね、それは。じゃあ、で、英語禁止ゲームして、英語喋っちゃったら、明日か、明後日の配信。明日の配信多分朝になっちゃうね。明日多分朝かお昼に配信するから、明日か明後日の配信で、罰ゲームとして辛いラーメンを食べるという復活戦やります。あれ、前皆さんが見損なった噂の伝説の、激辛ラーメン3分で食い切るやつ。 そう、英語禁止ゲームで言ってる時点でアウト。まだ始まってないからまだセーフ。やる？例のやつ。外来語禁止。横文字禁止。
横文字禁止を言う議会。朝配信やるって言ったのに時間がなくてなかなかできない説。あのね、時間がなくてより朝起きれなくてやらない説。ペヤングの激辛マックスエンド。そんなのある？そんなの知らないんだけど。てか普通に売ってんの？それは。私がドンキで探して一番辛そうなものを買う。唐辛子追加で。それはさ、もうやったやん。もういい。もう唐辛子追加は息が吸えない。もうラーメンって吸って食べるもののはずなのにできなかったから、もう吸えなかった。横文字禁止遊戯。そう、プルダックポンクンミョン、そういう辛いやつがあるの。辛ラーメンより辛いのかな、それ。ではやる？横文字禁止お遊戯で、罰ゲームじゃあ今日の終わりまでにみんな考えといて、それやってくるわ。横文字禁止でゲーム。オッケー。まだ始まってないからね。今のオッケーも入れません。みんな、罰を考えといて、私用の。今日の配信終わりまでに。ビレージに売ってる村？ビレ版で18金カレー買ってくる。何それ。スタート。まだよ。一応言う。みんな横文字打って読ませんの禁止ね。ついから結構厳しいものがあるから。じゃあ開始。みんな罰を考えといて、今日の終わりまでに。ん？読めないよこれ。横文字以外の読み方ないじゃん、悪魔教信者さん。いろいろ言ってもズラ様のことみんな大好き説。それはね、説にしなくても説だから。読ませないと面白くないやろ。それを頑張って、じゃあ日本語に直すわ。私は、うちらもダメ。いや、頑張ってなしにしよう。ゴリアのバツラータやば、ね、ちょっとさあ、名前呼ぶの OK ね、さすがに。 Y さん、それ読めなくない？村の何？後半の文字、後半の文字わかんない。担当楽器は何ですか？打楽器です私の担当楽器は打楽器です。昨日の金髪の綺麗なお姉さんは、あ、私です。それが私でございます今日は短髪の綺麗なお姉さん。言った？何を言った？嘘。どれで言った？どこで言った？え、どこで言った？いつ言った？私なんて言った待って全然わかんないんだけど。ん？え、嘘。どこで言った？ハハハハハ、それ言った？いつから打楽器を？いや、私の楽器打楽器だよ。あれ打楽器に入るから嘘、それ言った？これ言った？私詐欺か詐欺とか言わないの。1回や2回なら無理にするか。え、して、優しくしてね。優しいから優しくして。ちょっと辛いの食べたくない。あれ結構胃がやられたんだから。鍵盤楽器でしょ。鍵盤楽器とも言う、打楽器とも言うらしいよあれ一応叩いてるから。
こうやって指で。鍵盤ってた楽器なん、鍵盤ってた楽器なんだよ、打楽器だよ。そう言われた、小学校で。弾かないで叩いてんのか。そう、弾かないで叩いてる。縄、君らの名は。我々の名はね、難しいな。待って、ちょっと考える。面白い、面白い呼び方考える。面白いっていうか日本語の呼び方を考える。高架式、高架式荷物入れ合唱団。高架ってあのお金の高架ね。高架式荷物入れ合唱団。難しい。打楽器は愛華さん、一応打楽器タイではないな。あ、もう横文字読めない。鍵盤かな、鍵盤ね。そう、うんちゃらは弦楽器だけど、うんちゃらは打楽器なのか。うるさいよ。高架式、高架、こっちじゃない。高架式荷物入れ、あ、演奏団、演奏団、合唱団じゃない。みんな歌っちゃってる。全員歌っちゃってる。それ演奏団難しくない？めちゃくちゃ難しいじゃんそれ。高架式荷物入れ演奏団、最初のさ、うん、あの一文字をさ、なんとか日本語に。演奏団、うん、そっちの方がなんかしっくりくるね。演奏団の方がそれっぽい。難しい、かなり厳しいものはある。うん、あ、でも意外と私横文字言ってないね。できるじゃん私。誰かうんちゃらかあってください。なんて言えばいいのそれ。誰か、はっ、言いたい、買ってほしい。すごく3枚の目標があと15分で目標達成できなくなるけど、その2文字が円盤。誰か円盤買ってください。円盤式音楽再生機材。誰か円盤式音楽再生機材買ってください。何のことやらって感じでしょ。何を買ってほしいのってなる。光る音楽の流れる円盤。なんかめちゃくちゃパリピな UFO みたいじゃん。あ、うわー、うわお、あ、言っちゃった今。言っちゃった、めちゃくちゃパリピな UFO って言っちゃった。めちゃくちゃめちゃくちゃ横文字使っちゃった。横文字傷時期しか運転中で気づかなかった。そう、円盤式音楽再生機材式、やったー。弱、いや弱じゃなくて結構頑張ったじゃんここまで。パリピな UFO って言っちゃったよ。これ激辛確定だね。ちょっともう一回、もう一回セーフにしてくれる？ダメかな、さすがにダメだよね。 UFO 言うかな思ったらやはり。しかも余計な、余計な外来語入れちゃったよ。もうこれ激辛ラーメン確定だな。2つも畳みかけてくるから逆に驚いた。こいつアホなんかなってなるでしょ。セーフ、セーフ、そう、セーフ今の。マジで優しいじゃん。そんなんやってたら私いつまでも、いつまでも激辛ラーメン食べれないと思うよ。みんな優しすぎるから。
でもあんな汚いもん誰かに見せてもな、めちゃくちゃどこぞのチャンネルであれ汚ねえって言われてたからね、その頃。これ時間いっぱいまでずらこびてくるやつやん。そうだよ、当たり前やん。ずらこびるやつだよ。優しくするのだ、するのだ。なになになに、もう、なんかよくわかんない、あれやめて。皆さん、CD、目標今日3枚です。まだ今日1枚も売れてません。右下の、カゴショップってところを押すと、我々の CD を買えますので、タイプ A、ぜひ、ご購入ください。よかったら、まだ買ってない方。買ってる方も、買ってない方も、皆さんよかったら、あと10分で3枚売り上げ目標です。ちなみにラーメンって日本語なの？今、一旦中止してる。てかもう、罰ゲーム決定したから、明日か明後日、激辛ラーメン買ってきて食べます。ローラの音がヤスリがけの音に、嘘、そんな音に聞こえる？めっちゃ気持ちいいの、これ。明日あざだらけになりそう。音声内臓四寸円盤、今日は何枚？ 3 枚です。今日は3枚の予定なんですけど、2枚、あ、まだ1枚も売れてません。タイプ。もうね、もう諦めた。もう激辛ラーメン食べます、私。本当にね。もう一回やるか。もう一回やってみる。もう一回。よーい、開始。ね、みんな、外来語読ませんの、禁止よ。罰遊戯1週間電車禁止。あのさ、やめて。それ私、家まで3時間40分かけて歩いて、いまだに筋肉痛治ってないの。結構田舎に住んでるから、めちゃくちゃ歩くの大変よ。もう、そんなこと言って激辛大好きなんでしょう。私大嫌いだよ、激辛本当に。茶色い辛いご飯と食べるあれもめちゃくちゃ牛乳とか入れて甘くさせるもん。3度目の正直ってやつか。そう、3度目の正直。嬉しいんでしょ、やめなさい。なんで私が喜ぶの、激辛食べさせられそうになって。私、あれですか？この文字の方ですか？ 私、これじゃないから。ちょっと車が止められんのよ、今。頑張って止めて。頑張って止めて。茶色いあれ。そう、茶色い 茶色いあれ。やめて、みんな、どういう想像してんの？茶色はあかん。私、茶色じゃん、あれ。このね。この茶色いあれだから、茶色いあれ美味しいじゃん。 やめて。いつからこんなお下品な配信になったの、ここは。いつからなの。私お上品なつもりだったのに、おかしいな。んーたさんね、読めないよ、それは。なんか、それも、そういや、つくね食べた、いいな、つくね。あれでしょ？もうその言葉、危ない、引っかかりそうになった。私も配信終わったらつくね買いに行こうかな。まだご飯食べてないの、今日。何も。近くにファ、そのお店がないから ちょっと歩かなきゃいけないけど。危ねえ。お、公金と言いなさい。読まなす、
読ませないで。どこに行くの？あれだよ。家族屋。家族屋に行く。めちゃくちゃ面白いじゃん、それ。家族屋。7はあるかな？ 7 はね、ある、近くに。7はある。萌え、今ね、横文字禁止ゲームやってんの、それ読めないの。なんちゃら少女と聞いてきました。昨日の私の双子の話でしょうか。自然と行けば引っかかると思ったのに、残念です。危なかったけど。ばあちゃんかっけいです。ありがとうございます。はじめまして、ゴリアノバズラータと言います。嘘、怖い。円盤型式音楽再生機のご購入ありがとうございます。怖いも。悪魔教信者さん、ありがとうございます。飛行機が飛んだ。やったやった、嬉しいな。やった、今日の目標も達成です。やった、ありがとうございます。辛そうだよね、ガミさん。辛そう、わかる。すごく辛そう。でも今その名前を読めないの、私。緑な。ロームラは？ロームラ？ああ、ロームラ。いいね、それ。今そう、何のことか分かった自分がすごく気持ちよかった。お、悪魔すげえ、嬉しい。5枚飛行機飛んできた。そう、嬉しい。私3枚が上限だと思ってた。3枚は上限じゃないです、全然。姉さん出るまで頑張らないかんから。ありがとうございます。嬉しいな、おめでとう。ありがとう、目標達成おめでとう。ありがとう、目標達成できた。青な。あ、その言い方もあったか。緑、青、赤。お店の色でね。から。からの。お店の色からの判断もあるかなと思いまして。んー、愛だな、愛。そう、愛だと思う。ズラちゃんへの愛だと思う。どんな集まりでしょう。この人は気のせいかな、気のせいだと思う。ズラ、なんでしょう。からの、そう、色からの判断っていうのも、いい作戦だなと、いい判断ではあると。さすが、あなたすごい方だな。著名鍵飾りってもうやらんのかな。 やるんじゃない？ほだれてるのかわいいな。 あ、もうやってしまった。諦めます。カラーって言いました。横文字使っちゃいました。今日のメンバー多いね。嘘、メンバー来てんの？全然気づかんかった。57分、おっと、時間なので、よし、ランキング読み上げたいと思います。じゃんじゃらーん。13位、時空さん、時空さんありがとうございます。12位、パンちゃんさんありがとうございます。11位、埼玉のボインキラーさん、ボインキラーさんありがとうございます。10位、ピピさんありがとうございます。9位、ミョウさんありがとうございます。8位、カズマルちゃんさん、カズマルちゃんさんありがとうございます。7位、ワイさんありがとうございます。6位、ケツマタさんありがとうございます。5位、赤ちゃんさんありがとうございます。4位、トモさんありがとうございます。3位、ユージさんありがとうございます。2位、ユミヤンさんありがとうございます。1位、俺雑な男こと初見さんありがとうございます。あと CD を今日5枚購入。あお
キャンセル、危ない。誰か今ブロックしそうになった。間違えて押して CD ご購入いただいた悪魔教信者さん、ありがとうございます。今日も達成できました目標。そして次回は、今日罰ゲーム間違えたので、明日か、明日の配信か明後日の配信で激辛ラーメンも食べたいと思います。リトライです。前にね、約4ヶ月前にやったあの罰ゲーム再びって感じで。え、嘘やん。あ、びっくりした。今のロシア大統領って誰だっけ？プーティンです。ソロじゃないよね、自己紹介してくれないの。あ、ごめんなさい、自己紹介遅れました。ザ・コインロッカーズの、月どここと月はどこ行ったチームのゴリアノバズラータ、キーボード担当です。よろしくお願いします。ごめんなさい、さっき横文字禁止ゲームやっててなかなか言えませんでした。公共信者さん罰として15日金髪でやって、それは無理だよ、やだよ。プーチン大統領、そうです。お疲れー、カリー。悪魔氏の言うことは絶対それやめよ。バイビーバイビーパチパチ。おやさん、ありがとう。配信者にブロックされました。してません、セーフでした。楽しみにしてます。しててください。ブロックされたのかな、メンバー知りたいだけなのに。してないです、してないです。あのね、間違えてね、あの下のボタン押そうとしたら、ブロックしますかって出ちゃって、しませんって押した。ちゃんとごめんなさい。ズラートです、よろしくお願いします。明日以降ハードル上がったな、頑張ります。カレーラーメン、カレー激辛ラーメン食べます。八丁目味噌さん、よろしくお願いします。ミュージックでお腹ピーピーダメよ。あ、そうやん、じゃあ明日にしよう。嘘です、おつでした、おつでした。それでは。